光線銃。光線銃とは光線、または光に近い波長域の電磁波を投射する装置である。これらは主に携帯に適する大きさ、形であるものを指すが、遊戯銃、玩具あるいは競技用、ビームライフルとして、単純に光線を出すだけのものと、強いエネルギーを持つ光線を照射して、照射対象を破壊するものとが挙げられる。ただし後者は、 携帯に適したサイズの兵器としての光線銃は、現存しないため、主に架空の兵器であるが、赤外線誘導装置を無力化する、等、一部の用途においてはすでに実用化されつつある。ただレーザー、メーザーを含むは、工業や医療において、低出力半導体レーザーは、レーザーポインターのような、物品を指し示す道具としての光線を使って、 何らかの働きを行わせるものというアデアを具体的に実現させたものは存在している。ただそういった諸々のレーザー活用事例に関して、本校では兵器、軍事利用以外は割愛する。レーザーの功を参照してほしい。遊びに用いる光線銃は古くはストロボライトやフラッシュバルブ等を使ったものがあり、 ある程度強い可視光線を発生させるものが、任天堂から、光線銃というシリーズで1970年に発売されていい。またゲームセンター用のアーケードゲーム、エレメカには、ナムコ、あとのバンダイナムコエンターテインメントの、シューターウェイや、コスモスワットなどがある。ただこれらは、強い可視光線を発することで、顔に光線を受けた場合に目が眩むほどであった。 ストロボ、目の前で焚くようなものであるため、もっぱら標的につけられた光センサー、太陽電池やフォトジスタなどを狙い撃つものであった。アメリカ製の極初期のテレビゲーム機、オデッセイでは、銃の型に光センサーをつけ、引き金を引いた時に、テレビ画面上の光に反応するゲームもあった。このタイプのものは、厳密には遊戯用光線銃と、仕組みは異なり、 受講銃とでも呼ぶべきものであるが、光線銃と呼ばれているようである。なおこの光線銃の製造は、ファミリーコンピュータを発表する以前の任天堂に発注された。1980年代に入ると、赤外線を発射することでセンサーを動作させ、音や光、振動などで、赤外線が当たったことを知らせる玩具が、米国で発売。本来は、サバイバルゲームに用いるエアソフトガンは、 まだ危うくて持たせられない児童らに手軽にサバイバルゲームを楽しんでもらう製品だったはずが、高校生や大学生の間でもエアガンの弾が散乱しないで済む玩具として爆発的な流行を見せ、日本でも1987年に前後してセガ、後のセガゲームスよりジリオンシリーズ同玩具のヒットを狙って同名アニメーション作品が放映されたが、トミー、後の宝トミーからは、 サバイバーヨットシリーズが発売され、一部筋ではあと、片付けを考えなくていい限り、サバイバルゲーム用玩具として人気を博した。なおこれらは、センサーと銃が2台セットとなっている、対戦用のものと、センサー部と銃が1セットになった一人遊び、または他人数用、人数分だけ、同セットを買えば良いパッケージが存在し、これは現行製品でも変わっていない。一人遊びでは、 セット内のセンサー部を好みの場所に置いて、これを狙い撃って遊ぶことができる。なおジリオンシリーズは、胸につけたバッジ、音と光で命中を表すを、お互いに狙い合うものだったため正面からしか当てられなかったが、サバイバーショットシリーズでは頭につけたヘッドギア、60度どの方向から撃たれても、当たると音と振動で知らせるが、ヘッドギアイコール頭全体が振動するため、 よりリアルな命中感を味わえるを狙って撃つというものだった。2005年の現在では、サバイバーショットのみ、継続機種が出ている模様だが、射程距離、センサー受信範囲15メートル程度と、安価な電動エアガン並みの扱いができ、また命中はセンサーで記録されて、マイコンで表示するため、サバイバルゲームで、たびたび発生する、当たったかどうかでもめる問題もないため、 熱狂的愛好者もある模様だ。現行機種では、リロードや、ロックオンなどのギミック、仕掛けを持っており、小学生から大の大人まで年齢を問わず遊べる、玩具となっている。1990年代から2000年代初頭にかけて、各地に、旧南アフリカランドの施設が設置された。2015年5月には、タカラトミーから、高専従対戦用ロボット玩具、 超速銃撃ロボットホビーがガンガンが発表された。これは30発の弾を搭載したロボットを赤外線で操縦してロボット同士の対戦で10発命中すると撃破と判定される。以前のマイキはシリーズのコンバットで時給の対戦に似ている。これら遊戯用光線銃ではエアソフトガンで問題視される BB 弾散らかし放題という問題がない利点があることも 突発的に場所を選ばずプレイできるとして人気の一位に挙げられよう。もちろん、センサーをつけていない無関係な人に赤外線が当たっても何ら迷惑とならない点も評価されている。これは水鉄砲や銀玉鉄砲にもない時点である。さすがに、室内で水鉄砲を使って遊ぶ人はいないが、同種玩具なら水濡れしない場所でならどこででも遊ぶことが可能である。 問題点としては、マイコン搭載の電子機器であるため、他の同程度の遊びに利用できる製品よりやや効果。それでも、電子機器類としては安価な部類にファイルが出あることや、水濡れなどの故障が起こりうること、また乾電池がなければ遊べないことであるが、ランニングコストは乾電池のみとなるため、比較的安いと言える。また、近年では、スマートフォンのアプリで手軽に拡張現実の世界で、 最大4048人でシューティングゲームを楽しめるアップタグというアプリが開発され愛好家の間で好評を博している。なお、陸上自衛隊でも戦車や隊員などに光線訓練装置などの名称で呼ばれる類似のレーザー銃、プロジェクターと標的、ディテクターをつけて演習を行うことがあるレーザー光線装置。こちらは光線が命中すると損害を集計。 集団での交戦訓練において、両集団の損害状況を評価できるよう、設計されている。は、各国で演習に使用される、アニメーション作品や、コンピュータゲームの制作で知られている、ガイナックスでは、サバイバーショット世界王座決定戦と題した、大規模なサバイバルゲームを主催していた。1997年6月に行われた第一回大会開催では、 1980年代以末に発売されて、長らく製造終了となっていたにもかかわらず、サバイバーショット、旧型を持参したメディア業界関係者ら8社10、チーム K9 名が押しかけ、1998年の第3回大会、それ以降は開催されていないが、同大会の影響もあってカトミーから再発売された。 サバイバーショットの特別仕様をかけて行われたにて、参加者300名とト規模で、ほぼ終日業界関係者らによる打ち合いが演じられたという。架空の作品では、可視光線やレーザー光線などでも、人体への殺傷力を持つほどのエネルギーを有した光線を発する機構のものとされ、登場作品によっては、レーザー光を用いることから、レーザー画とも呼ばれる。この場合は、必ずしも、 拳銃の形を取るわけではなく、スタートレックシリーズのフェイザーのように、テレビ受像機のリモコンを連想させるようなものも想定され、携帯サイズで光を一定方向に発するものとして描かれる。なお、電子を発射するものは、光線銃ではなく、電子銃と呼ぶ。何らかのエネルギーを発射するものを、ブラスター、熱線銃と呼ぶこともある。これらは SF や、 それを題材とする映画、テレビドラマなどでも、拳銃の形をしたものが登場するが、映像的にはあまり電子銃や、プラズマガン、その他のビーム兵器とは明確な区別がされないこともさは、光線を発射する銃ではないが、人間が携帯できるサイズの過電流指砲のことも、光線銃と呼ぶこともある。SF 系の漫画、アニメ作品でも以前は、未来的な兵器として、多数登場したが、 赤外線誘導ミサイルや火器管制装置等の光学センサーを無力化する形式はとして既に配備されつつある。物理的な損傷を与えうるレーザーを発信するための発信装置やそれを稼働させる動力源は十分に小型化できていない。前述の光線を投射することで事実上無力化あるいは何らかの破壊的な効果を与える過去のまたは 現用の兵器は存在する。例えば、紀元前214年、紀元前212年の第二次、ポエニ戦争のにおいてアキメデスは、熱光線によって、ローマの軍船を焼け払ったという記述が、ルキアノスの著述に残されている。これはその後の再現実験において状況によっては、全くのソラごとではなかったことが実証された。イギリス軍は、 第二次世界大戦中の1942年秋、スエズ運河防衛の際に特殊改造を施したサーチライト21機を設置、爆撃大隊を仕立てて攻撃してきたドイツ軍機パイロットの目を眩ませて撃墜を行っている。同様のものに、不評の近接戦闘にて敵に照射して動きを封じるシェアファイア等のタクティカルフラッシュライトが存在する。 1980年代後半には中国で不評用レーザー銃 ZM-87 の開発が始まったとされる。これは敵の失明や兵器の光学機器の破壊を目的としていた。1990年代にはレーザー光照射装置を用いて航空機の操縦席を狙うことでパイロットの視力を奪う兵器が開発されたが視力を永遠に失わせる可能性もあることから 非人道的だとして採用は見送られいる。1995年10月には特定通常兵器使用禁止制限条約の議定書4、失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書にて禁止された。なぜなら、失明という治療負荷の重傷を負わせる兵器を低い技術力で安価かつ大量に生産することが可能であり、このような兵器の開発は懸念されるべきだと、 考えられたからである規制が議論されている兵器。一方、訓練においてはすでに各国でレーザー光線装置が実用化されている。アメリカはイスラエルでの実験でレーザーでのミサイル、ロケット弾撃墜に2000年6月7日に成功したとしている。戦術高開エネルギーレーザー、タクティカル、ハイエネルギーレーザーセルと呼ばれる、この兵器は主に短距離ロケット砲や 低空飛行している巡航ミサイルを迎撃するためのものである。この設備は巨大な照射レンズを使用して連続的にレーザー光線を照射、加熱で目標を破壊する。将来的にはトレーラーに積載するなどしてパトリオットミサイルでは迎撃しきれない高速飛行目標を追尾して破壊する施設防衛用の設備としての効果が期待されている。しかし、これは SF などで見られる。 光線銃やレーザーガン等とはおよそかけ離れた大規模な施設である。また、アメリカでは AL-1A と呼ばれる弾道ミサイル迎撃用にレーザーを搭載した航空機を開発している。すでに開発段階から試験段階に移行し、2007年3月15日には夜 -1A エアボーンレーザーが化学レーザーの発射を行い、照射実験に成功したと報じられている。 アメリカの戦略防衛構想で計画されたものとして、ガンマ線レーザー発射装置がある。基本的な構造は、レーザー発信装置そのもので、これを衛星軌道に配備して運用する。エネルギー源は、原子爆弾であり、発射すると発射装置は爆発して失われる。発射された高エネルギーのガンマ線は、攻撃目標である、弾道ミサイルの電子装置を破壊できるものと、考えられている。 宇宙空間における核兵器の使用は実験を含めて条約で禁止されていることから配備はもちろん実験も未だ行われていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。